自分がラップやってる時になんか意識してることとかあったりします。曲演技って違うよね。どうだよね。自分も違うし、性格も違うっていうか、<ー>違う人が歌ってるみたいな。マジでお降りてくれるっていうか。あそうなんだ。ただその体制を作るだけ。ただメッセンジャーっていうか、宗教っぽいけどなんか神様のメッセージっていうか。へぇ、えー。ただそれをみんなに伝えてる。だから共鳴するものがあるっていうか。なるほどね。だからみんなに響くんだよ。 わそれそれめっちゃ分かるかもしれないなんであのアルバムを作ろうと思ったんですかその時もう現場の招待してたんだけど、はい、休憩中にやめて、えー、そのままバスのチケット買って山梨行って <laughs> マ<ジ>友達が魔法学校っていう場所を作ってて魔法学校魔法学校大丈夫大丈はい,というてことで もうね、だいぶ話したんですけど、ゴーデチポッドキャストの、今回ゲストは東京トリリ君です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあでも、まあでももういい感じの話なんだけど、え、東京のブロックブロックブロックっていうあの、イベントイベントなんだ、それは。あ、なるほどね。ワンさんっていうオーガナイザーがいて、まあ今でもやってんだけど、最初はなんかそういう、さっき言ってたキドネさんとか、ジンドクとか、みんな有名になる前の、 イベントっていうかね。ええ、あったんだ。ちょっと五色系な。ちょっと黒。そう、ボーンズとかリリピみたいな感じの日本版みたいな。はいはいはい。なるほど。女の子みんな黒い唇とかなんか、縦いっぱいってた。五色系の。あ、面白そう、それ。なんか、かった。え、でもそういうのも結構聞くのやっぱ。どっちかというとそっちの方が好きだった。ずっとロッキーって言ったあ、そっかそっかそっか。高校の時にずっとロッキーっあ、そうなんだ。え、なんでじゃラピアロッキーなんだっけ そうだ、あのー、大学、ギターで大学行ってたんだけど、あ、そうなんだ,だ。ジャズ、ジャズギター勉強しに行ったんだけど、うんうん、そ,その時に一緒に住んでた友達、うん、一緒にその同じクラスやってたんだけど、うん、そいつがなんか、いきなりギターあんまり興味持たなくなって、あら、あ、こいつど、ど,どうしたのみたいなって。<laughs> よく見たら、画面見たらなんか、ビートめっちゃ作ってて、えー、ずっと車の中で、エンジンだけかけて、ずっとビートこうって作って、ガンバカン流して、ずっとミックスしてて、 やこれいです。最初なんか、最初なんか、え、なんかギターの方が良くないと思ったんだけど。ビートってないみたいな。ちょっと、上から見てたけど。でも、よく、がちょっと癖いなてきして、うンズれが Bones とか、はいはい。それとか、はいはい初めて聞くようになって。え、そうなんだ。これ、それが大学ってことは、そうなんだ。じゃあ、ワントゥーポップの方が新しい。 そうあの学園の時聞聴いてたけど TI とか一瞬聞かなくなって改めてまた好きになったのがクラウドラップっていうかなるほどサンドカヤデド系のラッパーだそうそうそうなるほどなるほどえ誰が一番熱かったその時俺が聴いてたのはクリス・トラビスとかあえクリス・トラビスあのボーンズと同じクルーボーンズクリス・トラビスエグゼービア・ウルフドラマの人 あ、チャイスパーカー。あれもめっちゃ聞いてたけど、あれはパンクっていうか。パンク系だ。ちょっと違うのか。そうそうそう。サンクラの初めての2012年とか2013年あたりのサンクラのやつだロービーとか。そういうのが流行ってた流行ってたっていうか俺らの中で流行ってた。結構アングラな感じはでも。アングラ、んか超オタクなの。そうそうなんだ。全然ギャングスターじゃないそうか、アニメが好きなやつが、こう。 えぇみたいな音とか入れて、えぇ ?88 乗せて、なんか。<laughs> なるほどね。そっ、ね、かそっか。当時そうだね。サウンドクラブ、サウンドクラドのラッパー。えリュウリュキチみたいな感じで、ね。そうだよね。リュウリュキチ <laughs> あ、そうか。そうか、そうか、リキそうか。そそののれ インスピレーションとか受けて。で多分、その時の人だと思う。その時、その時からやってて、今になった今になってやっと知られてきたみたいな。やめてないというそのままやってるみたいな。なるほどね。ええ。そうなるほどね。え、じゃあ、アニメとかも見てたの全然。あ、そういうこと全然興味なかった。あ、そのラップ、クラウドラップも、アニメも全然全く興味なかった。あ、そうなんだ。でも、ちょっとずつ癖になってきて、ああちょっとずつは後輩できて。はいはいはい。 あの、なんか、でも、エス、ロッキーとか、見て、あでもかっけえじゃん、みたいな。はいただのオタクじゃないんだ、みたいな。なるほど。合流し、合流してきたっていうか、こういうオタクカルチャーと、ロックとか、もう全部、ごちゃごなんていうのはいはごちゃごちゃなって、そうはいグッチイメント、セイカってやつとかも、そうね。そうね。そうかそうか。それが面白いな、みた確かに。確かに、そう考えると面白いな、今の、ラップ協会とかもそうだし。しかも、いち一番面白かったのが、一人でできること。そっか。全部一人でできちゃう。 そっか、バンドだとね、そう、バンドね。そう、バンドは今、うまくいってなくて、バンドもクビになっちゃって。クビになったのなんでそ、その時なんだっけたぶん、普通になんかクソ、クソ野郎だった。全然なんか、めっちゃ感じ悪かった。あ、そうなのいけ、いけてたというか。マジで俺全然そんな感じしないけど。ウキとウメるし、みたいな。たぶん、それが違うと思う。自分中心の人っていうか。あ、そうなんだ。そっかそっか。え、でも今もバンドもやってんの 今も改めてもう一回。えぇそれは何また、ラプタはに、全然違う名前でやってんの同じ名前やってる。同じやってる。俺プラス、東京テレビプラス、あいつらみたいな。あー、なるほどね。そうそうそう。え、それツアーとかもてってんださっき青森行ったって話してたけど。そう。まあまあライブ一回はしない、しかやってないんだけど。あ、そうなのライブ、あの、青森行って。へそう俺の、俺のソロのライブもやって、うん。あいつらの演長もやって。あ、そういうことね。そうそうそう。リリースしたからちょうどみたいな。そうそうそう。なるほどな。 えすごいな。青森どうだった全然いつもと違う。ヒップホップじゃないから。あ、ね、見てる人もみんな。あ、そうか、ロックのお客さんか。そう,そうそうそう。ああ、面白そう。え、実際どうなのそこのオーディエンスに入って、そのお客さんとかはラップ聞かない人なわけやん。そう、だったそれはど、な,なんかどうだったやってみ、ラップとかやってて。あ、結構ロック、ロックできたね。ロックできた。きたああ、マジあでも、俺のライブの仕方は結構ロックっていうか。おー。あんまりクールな、こういうなんか超、 ヒップホップな感じじゃないから。ああ、そっか。俺のライブ結構、もう、すごいう、もう、そいみたいな感じだから、なんかもう、結構もう、結構いい感じで。え、ライブの時はやっぱ結構飲むのあ、でも、その時全然飲まなかった。あ、そうなんだ。もうシラブで。シラフだった。飲むと、あの、リリック飛んじゃうんだよリリック飛んじゃうんだ。あ、そうか、そうか。この間、竹津からライブしたけど、リリック飛んだよそれは飲まない方がいいわ、多分。そうだね。 でもそっちのが楽しいけど。ああ、そっかそっか、飲んでる時の方が。バランスっていうか。バランス。もうちゃんと覚えればいいんだけどまあ確かに、確かに覚える時間いつも置いてないというか。ああ、もう俺書いてそのままって感じなの。やって、あ、え、リリックうん、書いてさ、レコードとかもするわけじゃん。そうなの。そしたらもうその後、練習とかしないの。するんだけど、それでもなんか、 もっと練習してたのかな記憶 <laughs> 力があんまないんで。<laughs> ああ。頭にスティックしづらいんだ。結構。そうだね。結構すぐ何度も、飛んじゃうというか。えー、あ、そうなんうえ、これ。なんで,でかって、調べたら、やっぱトラウマだって。トラウマあ、そうなのちっちゃい時、トラウマ経験すると、うん、それ覚えたくないから、あの、あ<ー>脳の真ん中の、メディアってやつが、yeah, yeah, yeah, yeah. ちっちゃくなる あ、そうなのそう,そうそうそう。うーん。だけど、ADHD とか、集中力ないとか、はははいはい、はい集中したくないから、そこに、その、一つのことに集中したくないから、そう、散馬になるその、あの、辛いことに、あ<ー>その辛い経験はい,はい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 。はいもし、ちゃい時いじめられてたら、うん、それを思い出したくないから、脳がこう、バラバラになっちゃうみたいな。自分守るためるの、 そういうメインが出てくそうえ、そうなんだ、そうえ、そういうなんかあったの話したくけなかったら全然いいんだけど。うん、あ、全然、あの、そう、あった。とめっメインが多分普通に、向こうでやっぱりちょっと違う悪いところで育ったなんか、いつ死ぬかわかんないまあ、そうだね、そうだよね。プラス親父もなんか、怒りたやつとか。あ、そうだったのそうそうそう。結構黒人の、こっちはわかんないけど、向こうの黒人の親って、結構貿易的じゃん。 確かにね。貿易的だから。の人も結構いるよね。そうそうそう。ん、確かに。そういうの、そういうのがあって、やっぱりあの、ベルトで、パチパチ。ベルトやられる。ちょっと、ちょっと、別に何も悪いことしなくても、うん。マジやれたりする。そう。勘違い、ちょっと勘違いしただけでも、うわあだ、こういうコードを、はい。こういうカード巻いて、みたいな。ムチみたいな。ウィップみたいな感じ。そうそうそう。ええあれれや。まあ、ただそういうのを忘れるために、気憶くるこう。 ああ、そうなんだ。それを取り戻すために。今それないから、ずっとそうやって生きてるから、覚えちゃってるというか、ずっとそのストーリーを抱えてるというか。そうか、そうか、そうか。もうすでいらなくねみたいなって。何今、今だから別にいらない。まあ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 、そうね。今その段階から、その忘れる段階。なるほどね。こっちが忘れても、やっぱりこっちがまだ覚えてるから。確かに確かに。ちょっとずつね、解放ていうか。 そういうのでも、それもあってメディテーションとかやってると思うすね。そうそうそう。やっぱそうなんだ。やっぱり無意識変なこといっぱいあるから。ああ。そういうのがあって。そうかそうか。無意識なんか超壁立ってたり、ああ人と。なるほどね。そうそうそう。え、メディテーションどういうメディテーションするのジョー・ディスペンザーっていう医者いるんだけど、ドクター・ジョー・ディスペンザー。え、知ってるかもしれない。知ってるえ、あのさ。あれえ、あれとか出てたインパクト・テリーとか出てないインパクト・セテリー ネフレックスのな I think it's a YouTube channel. あいろんな、結構全部出てるから。ディスペンド、知ってると思うな。ヒーリング系のチャンネルで全部出てる。あ、そうなんだ。どういう、あれなのわかんないんだよね、それ。あいつ勉強、研究してるのは、なんか、今言ったみたいだけど、あのトラウマはい。トラウマとか経験して、ま、どんな小さくても大きいトラウマ関係ないんだけど、それそうずっと抱える、抱えるから、みんなそういう風に生きて、ずっと同じことするみたいな。 ああ、何も変わんない。ずっとループしてる。昨日と同じ人だから、同じ仕事して、また明日も同じ人、明日も同じ人ずっと。はいはいはい。だからみんなそれで病気になって、それでネガティブな考えばっかりして、それで病気が発生して、その病気治すためにはもう新しい人になるしかないみたいな。あ、知ってるわ、絶対それ。絶対聞いた。え、なんかそのなんだっけ、マインドがハビットになってとか、なんかあれじゃない？あのなんか俺読んでや見たやつはなんかその。 何かのイモーションのリアクションがあって、何かに対するイモーションリアクションがあって、それが、なんか2日間とかだったら、なんか気分だけど、それが3日になったらなんとかになって、テンプレメントになって、パーソナリティになって、そうそう性格になって、その性格がもう、それが現実になる。そうそうそう、それだ。見た。知ってるわ、その人。俺めっちゃめっちゃいいと思ったの。あの人を勉強してるんだ。あ、いつ今 勉強してるても、たよってるのも。あもうそうなんだ。毎日聞いてる。えー、そのめ、メイスもあの2000円で買って、毎日もこれ流してやって、はいはいはい、1時間くらいかかるんだけど、毎日。あそうなんだ。朝起きても、う携帯とか見ないで、そこ、うん、それやって。やりたくなくても、やってうんうん、うん。なるほどね。やっぱやりたくないと一番やなきゃいない。そうね、そうで、ね。なんか、なんかやりたいなああ、<laughs> ビーズ作んなきゃ、ああ、これやんなきゃあれやんなきゃ 結局どうでもいいっていうか。まあまあまあ。自分がね、ちゃんといい状態じゃないと今いものつけない。そうそうそう。確かに。みんな焦る癖あるっていうか、特にる。すげえわかる。俺もそれもわかる、すげえ。いや、なんか、そういう、そういう社会になってるっていうかね。なんかやってないと。ね。ダメみたいな。確かに。特に俺たちがいるインダストリーは特にそうだよね。ね。うん。なんか、もっと出す、もっと出す、もっと曲作る。そう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 。それで結構みんなやられちゃうっていうかね。そうだよな。なるほどな。 一日のじゃあ、あの、一日の始まりは、まあ、瞑想して、うん、それ聞いた後に、自分の仕事をどうしたりとかするのどういう一日の流れなの最近もう、それだけ結構精一杯で、疲れて、<ー>その戦い、その瞑想してきて、ただこうやって坊主するわけじゃないんで、なんかもう、うん、本当にもう,う、こうなっちゃったね、俺。なんか 起きたいっていうか、やめたい。途中で諦めたくなって、うんうん、やっぱりその瞑想があの、いろんな質問聞いてくんで、ね、<あ>自分の嫌なとこ思い出せるとか、えぇ、ー、結構エグいの、結構エグ<ぐ>それ、それをなんか、おー、やべえみたいな。ずっと戦いながら、最後、あ、じゃあ変えようみたいになって、じゃあ、あなんか最、最高の自分を想像しようってあった時に、うんそれが一番エネルギーすげえ使うんで。 ああ。めっちゃ体力取られるっていうか。あそう、最高の自分を考えるときってことそうそうそう。あそうなんだ。もう、うみたいな。なんか最高なんだけど、うん、最初なんか受け入れ,れないっていうか。はい<ー>。こっちがもう、最悪の自分を思いちゃってるから。うんうんうん。その最高の自分想像してたけど、なんかもう、やべえ、みたいな。<ー>感動したんだああ、そうなんだ。だその後も、うみたいな。調子いいんだけど。うん。 自由になったなんだけど、やっぱり結構、疲れたみたいな。ちょっと、なんか、ビート作る気分じゃないそうだけど、いや、でも結構、そっか。え始めたばっか分からない。あ、そうなんだ。最近始めたから、いつくらいかやってるの、それはもう。先週ぐらいかな。あ、本当一週間ぐらい。えー、ずっとやってんの毎日。外で始めて、終わって、疲れ切ってなくて、ちゃんと、なんか、なんかできたみたいな。音楽作ったりなんか、やったんだけど。なるほどね。 初めてはちょっとグリループ入ってきたってああ、そうそうそう。えー、今ビール飲んじゃってるビール飲んじゃってる。<laughs> <laughs> え、ビールは結構飲むビール飲ん、ん、なんか、人と、会う時飲んじゃう。ああ、そうなんだ。それは飲んでるの。もうそれもなんか多分、昔のある癖っていうか。あ<ー>あ。さっき言ったみたいな、あの、落ち着かない癖あるっていうか。はい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 。ハイパー、ハイ、結構ハイパー。ハイパーアクティブね。これだと、これ飲むとちょっとなんか普通になるっていうああ、そうなんだ。逆にそう、飲むと普通になる。ええー。普通じゃないか、なんか。 レースレースになれるんだ。あ、そうなんだ。な結構なんか、逆な人もいるよね。あの子と暴れる人うん、暴れる人とか。それも、そうなんだろうね。俺も分かんないけど。あもんわかんない。俺もちょっと気分悪くなったりする。ああ、そうなんだ。喧嘩したくないってことある。あ、喧嘩したくない最近思わないけど。あ、そういう時あるなんだろうね。ねあれはなんだろうね。俺の友達とかで、 めっちゃ酔っ払っちゃって、うん、もう意識飛ばんだんだけど、うん、なんか朝起きたらパン一で、うん、留置所にいたらしくて、うん、でええみたいな何が起きてんだろうっつって、警察官が話したら昨日警官に君ドロップキックしてたよ何にも覚えてないらしい。うん、そ,うそうそうそう、そういうことがあるから。ただ、うん、フィルターがなかったんだうね。ああ、そうかしれ <laughs> <laughs> 人間フィルターがなくなっちゃええ。だて俺はね、もうね、お酒飲まなくなったんだよね。あ、それでそれ、いや、すごいですいもういいや、今の俺のストーリーだったいや、じゃいや、でも、暴力事件はまだないから。暴力事件はまだないんだけど、結構その、判断力が鈍るというか、なんか、やっちゃいけないことやっちゃうとか、そのさ、フィルターの話だとか、そういうのもあるから、それで何回か失敗してきてる。行っちゃったり。行っちゃったりとか、やっちゃったりとか、いろんなことやっちゃったりとか、やっちゃいけないことやったりとか、そういうのとか多いから。 それ、それ、釣り重ね、考えたなんか。あんま、いら、いらなくない。そう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 、の、の、のり、よ、いらなくね、と思って。なんか、その、別にほろ酔いとかやったら、まだいいんだけど、でもなんか、その、コントロールしなの嫌だなと思って。だから、俺は、もう、避けなくてもいいかなっていう。でも、タバコがやめれないのが問題かな。ああ。タバコは吸わない。タバコ吸わない。あ、吸わないんだ。まったく。かまとないんだよ。あ、マジで。思える時、毎日吸ってたけど。そう、うず、依存。じゃなくて、なんか。ただ。車に。 車運転してると眠くなるから、ちょっとなんか目覚めるために。ああ。パクパクしてたんだけど。はい,はい、はい、でも、日本来た瞬間はも、ものなくやめたっていう。あ、ほんとそう、僕、う言ってあ、ほんと別にやらなくないあ,あそうなんだ。逆に、じゃあ、タバコは大丈夫な、ね、ん全然。でも今、今今だにたまになんかクラブとかで、ああ<ー>。っつつやそういう人はね、いるよね。なんか、クラブとかだけです、<laughs> 俺もそういう感じだったんだけどな。なんか、おかしいな。おかしいな、とって。完全に依存しちゃってる気がするでもえ。え、なんか、一日やめたら結構やばい感じ。いや、でも最近一日やめてないわ。 なんか、昔とかは3日間ぐらいだってちょっときつかったんだけど。うん、最近はもう。めっちゃ2時間ぐらい、二時間に1回ぐらいは吸っちゃうん、ね、もう吸っちゃうね。2時間に1回は多いかでも、そんなに吸わんけど。うん、でも、暇さえあればとか。外で吸える環境だったら吸っちゃう。とか。あと休憩とかで、例えば編集とかしたとかに。うん、なんか、とか。なるほどね。あの、コーヒー一緒だった。あ、コーヒーそんなもんだ。コーヒーとリン一緒だった。 リーンも飲んでたんだ。リーン結構あれじゃない？依存やばい。そうだよね。多分タオルと同じくらいやばいあ、そうなんだ。まあこうこうなんていうの、効果もっとやばいけど。はいはいリーンってどういう感じなの？俺全く飲んだことなくて。ゾもうゾンビになるね。なんかゾンビって。感情がなくなる。あ、感情なくなる。感情なくなるんだけどなんか爪なくなる。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。なんか敏感敏感な人があんまり敏感じゃなくなるっていうか。ああ、センシティブなくなるんだ。そう、センシティブな人が普通に普通になるっていう。へえ。 ボーンみたいな。超気持ちいい。あ、気持ちはいいんだ、でも。わって。最初はね。はい。最初は最高な。ん。か。うん。天国タルイスターみたいな。うん。ヘロインやった。もう、よヘロインだからね。あ、そっか。ヘロイン飲んでみたいな。あ、そうなのリンって。え、でも、コフドロップでしょあれ。そう。そうだよね。そこにヘロインが入ってる。コフドロップの中にそう。あ、そういうことドロップってか、あの、シル。シルでね。シロップ、シロップ。コフトロップか。そうそうそう。 だから、リーン分かんない人のために言うと、コフシロップっていうなんかね、アメリカにね、あれは喉にいいのか咳止め咳止めだ。咳止め咳止めなんだけど、みんなチょコいっぱい飲んで。こういっぱい飲むってことだよね。そういうことだよね。スプライトと混ぜたりするんでしょそう、スプライトとか。それからリーンとか。俺コーラが好きあ、コーラと混ぜるの好きスプライト入れたらバレちゃうから。バレちゃう紫だから、あ、あいつ飲んでるみたいな。確かに。コーラ入れたら普通のゲーとか飲んでる。あ、 一回母さんにバレたらあれやべえみたいな。あ、そうなんだ。そうなんだ。あれ絶対やめた方がいいよね。リーは絶対やめた方がいいよね。あれ、いいことない。いいこと。え、リルウェインとかめっちゃリーンだよね。死に育ってたよ。そうなんだ。リーンのせいで5年ぐらいアルバム出した方あ、そうなんだ。カーター4出して、はいはいはい。カーター5まで5年ぐらいかかって、なんでかっていうと、リーンで依存して、んかも死になってみたいな。えぐっ。 そういう、それがあったんだ。なんかね、俺もちょっとドキュメンタリーを見て、うん、カーターかなっていうドキュメンタリーを見て、リーンの話をしていて、そう話は聞いてたんだけど、かかかからなかからううなかなったどううい感じのそれで言うとさ、この間出たさ、なんだっけえっ、ー、と、うんリ違う、リル・チェア、リル・ウジズ・バーチじゃなくて、誰だっけあのポーラン、うん,んデリル・ヤティ,ティ知ってる。あ、ポーラン。あれ、なんかリーンについての曲らしいよね。あれ、ね、ウォック ワ <Walk. S 2> ークワークなークワークワんクワー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 クワワーク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 ワーワク走って歩いてるトソのワークビンを混ぜていそう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 たうそ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 っていう分かん、ね、俺それてそうそうそそう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 そそれで思い出したんだけど でもね、うん。その時代終わってんまあ、まあ、そうだよね。リーはね、昔はめちゃやってたよね、でもね、子供子供じゃなくて、や若い子とかね。ね。そうだよね。かっこいい、かっこいいってやってたけど、うん。エサピアムズが死んで、ああ、はリーで、なったんだ。ヤムズが死んだからみんな、あガチじゃん、みたいな。そうなんだ。えー、行く。え、でも結構そういう意味で、やっぱ US もヒップホップも聞くやっぱ。ほぼ、ほぼ、US しか聞かないかも。あ、そうなんだ。誰 日本だと、聞くのは、レックスと、レックス七個って女の子。あー、あのー、レイゲエの。はいはいそれぐらいしか聞かないかあ、マジで定期的に定期的に毎日聞くっていう。あ、そうなんだ。US は誰聞くのでも、US も、最近何聞いてたっけ全然プレイリスト見てもらって。最近はね、あシミの、今日出してたよね。誰シミの。あ、そうなのシミの知ってるよ。 こいつ今日出した。あ、今日出したんだ。やばい。リリージ・バットとか乗ってる。うーん。あれしか知らない。T ペイントやってやつ。あー、なんか。あにそー。そう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 。その結果知ってる。え、あれはやばい。シミノラはやばいし。うん。あと最近何聞いてるトロイモイも最近出して、最近っていうか今年出して。トロイトロイモイたなのラッパーではない。でも、トラビス・コットと一緒にやってんだけど。あ、そうなんだ。うん。シンガーみたいな。えー。しょうらないわ。でも聞いてみた。 と天使男なんだ。うーん。黒人とフィリピンのハーフです。え、マジでブレイジンじゃん。ブレイジンア。ン。ヤバー。クイーンだけも完全にアメジンっていう。あ、そうなんだ。えキーボードだ。キーボードやってきたキーボードで歌ってる R&B スタイルみたいな。R&B チリウェイブとかあるそう、それは。聞いたことあるんだけど、今ちょっとあんまわかんない、そのジャンルが。あの、とにかくチリ音楽だ。チリ音楽だ。大いたい4つい ないいいいいいそういう系だよそういう系だいい。超るい。リバービーパーってなんか。はいはいはい。そういう系だ。スモークしてなんか。 場所で言うとなんか、マウイみたいな感じ。ああ、そういう感じだ。そう。ハワイ。ああ、そうなんだ。チルベイブ、チルベイブって。そうそう俺、聞いてみマウイがジャンルだったら、チルベイブ。そういう感じだ。やハワイアイな感じだね。緩い感じだ。ハワイだけどこういうのじゃいこういうのじゃん。もっとこういう感じだ。そうだよな。そうだよな感じだ。えー。そう、結構やばい。そうなんだ。聞いてみよう。そいつ似ててずっと言われてた。あ、そうなんだ。え、見てみたいな。誰だと思って。 あ、聞いてみたよ。超楽器じゃないそうなんだ。そこから始まったんだ。そこから始まって、向こうでパーティーとか行くと絶対言われるんだよ。あ、そうなんだ。お前、お前、あ、チャズ、それチャズって言うんだけど。お前、チャズじゃん、みたいな。チャズ誰だよ、つって。調べて。あと、ガンビーのも一緒にやるつ。あガンビーのね。あ、ガおおー。お前、ガンビーのじゃない。わかるかもしれない。確かに。ガンビーのも調べてる。ガンビーの調べてる。 チャレンジカン B の。あ、やば見かっこいいよね。かっこいい。俺最近曲出してる出してないと思う。出してないよ。引退、引退っていうかね。曲、まあ、ティシとしては。あれフラみたいな感じでしょ。そうだね。ああ、まあそいつも絶対出さないでしょ。出さないね。確かに。もういいのかな。まあでもあの、チャレンジカン B のはね、ね、俳優とか、ライトングとかが結構強いから。アトランタで優勝してんじゃアトランタね。ずっと続いてるもんね。見た、あれ。アトランタ見てるよ。おもろい。最近は見てないね。でもおもろいね。 あいつ好きあの、ルキースとか好きルキースめっちゃあの、スピリチュアルなドゥーブからいや、なぁみたいな。写真を絶対撮んなつって。やばいやつ。あれ、じゃあほら。あでも、本人と変わんねえんだよ、あれ。あ、ああいう感じなんだ。死にたー見たら、うん。一緒や、みたいな。あ、そうなんだ。ああいうキャラなんだ。キャラクターじゃない。不思議な感じだけどね、確かにあの人。変なやつっていうか。変なやつっていうか、確かに確かに。映画とか、あれなんだっけ。ゲットアウトとかやめてるよね。あ、それ見てないか。え、ゲットアウト見てないゲットアウト見てない 킹피우 킬 피넷 킹피우 다노 영화? あるんだ 아는... 金ピオーのコンパレーションしか見たこない。あー、英語あるよ。八時間ぐらいの、YouTube のコンパン。時間見てるやばいね。8時間見てないけどあ、さすがに。そこコンビネーション見て。あれはおもろい。ピールとかめっちゃおもろくて、これで家族とか見せてるけど。あれは結構笑えるよね。たまにブラックジョークすぎて、もこれ笑えねえな、みたいなのもあるけど。結構なんか、えぐい時ある。えぐい時ある。社会風刺だから多分ね、あれね。そうだよね。プリデュープ。ね。うん。結構深い内容ね。ちょっとバカにしてるというか。そう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 。いろんなことばかに しし、てるでもそういうも面白いよななんか芸能界とかそうだけどなんかそういうなんかその社会風刺とかそれバカにしてるものとかなんか考えさせるものが楽しいなって思う俺は結構ただなんかただバカらしいっていうかそうねそうだよねすご終わっちゃうんうんおおおみたいなそういうのも好きだけどうん。あのマチ電気とかマ街電気じゃない なんかこういうインタビューを切り取って、うん、めちゃくちゃにして変にしてなんかあ,あそういう人がいるんだ大人の音とか入れてなんか <laughs> めっちゃもうでたらめの変身やついるんだけど DJ キャリットのインタビューとか切り取って超なんかもうやばくして <laughs> あそうなんだ <laughs> <laughs> そ,そういうやついる DJ キャリットのやつ面白そう,ってない面白そう絶対面白そう <laughs> えやばいじゃんえ見たい見たい見たい <laughs> これしかやらないんだよ。それの YouTube なんだもん。頭悪すぎるし。すげえんなよ。登録者とかえぐえ、でも結構それさ、全部インタビュー見て面白くするの大変そうだよね。結構時間かかると思う。本当に好きなのと思う。確かにね。発想がいかれてでも俺も基本的にインタビューをか見てる。あそうなんだ。この以外も見てるけど。あ、本当。

No. No, 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 no. Speedy, You can't be serious, right? No, 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 no. You out. Security. Wait, 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 wait. DJ Khaled is in the building. Khaled, what's up man? How are you? I'm hungry. Not only hungry for food, just hungry. My brother, rest. I'm just hungry. <laughs> okay. okay. The reason why I say that is because I'm fucking hungry. <laughs> this shit ain't normal There's been like things <laughs> rumors. The rumors are true. I'm hungry and I can't wait.

売れちゃう予兆やっちゃったら売れるかもよユーチューブでマッチダンク日本語版みたいなコーデレーショいっぱい使ってもらっあでこれちょっとバカボンのやつバカボーのあといろんなねベビーナベベビーナベそっかえ、ユーチューブ結構見るじゃん結構見るやっぱそうなんだ見過ぎくらい見過い見た多分コービーの次の依存多分 YouTube あ、んと結構やばい え、こう、YouTube、ポッドキャスト好きなポッドキャストがあるこのチャンネル、めっちゃ見ると。チャンネルあったら…それなんだっけ街なんかの印象強すぎてるす。<laughs> 確かに、確かにもうそうだね。今なもう、そう <laughs> あの子話になっちゃうよね。確かに。あ、結構あの、最近エリックバードゥのインタビューあ<れ>…え全部見てるてエリック誰エリックバードゥ。なんと ゴールデンラッシュポッドキャスト、スポンサークライブ始めますあの、これ、ゴールデンラッシュポッドキャストなんですけど、編集とか手伝ってくれてる方もいるんですけど、まあ、基本的に2人体制でやってて、なかなかね、自分たちベースが札幌なので、その撮影のために東京に来たりだとか、まあ、スタジオ借りたりだとか、コストの方が高いわけですよ、これは。やっぱりその、プロダクションとかもこだわってますし、まあ、ライティングだったり、マイクだったり、カメラだったり、機材もこだわってますし、やっぱり、いいクオリティのね、コンテンツ皆さんにお届けしたいということで、まあ、そこまでこだわってやってるんですけども、もちろん収益化してるわけであるんですよ。 なんですけどやっぱりそういうことで今回ねあのサポートしてくれるお気持ちでねゴールデンラッシュポッドキャストにこれぐらい毎月サポートするよっていうようなねスポンサーっていう形でクラブをね作りたいなと思って。 でこれがまあスポンサークラブというものなんですけども、まあ、下のリンクの方から飛んでもらえたらね、もっともっとね、あの詳しく詳細、どういう風になってるかっていうのは知れると思うんですけど、このスポンサークラブに入っていただいた方は、会員制のみのまあディスコードを使ったコミュニティで入って、まあ、そこでね、他のコミュニティメンバーともシェアできたりとか、あとはビハインドシーンって言ってね、あの、この撮影の現場の裏側だったりとか、まあ、自分たちが東京に来てて、いろんなところ回ったりとか、いろんな人と会ったりしてるんですけど、まあ、そういう状況をね、お届けできたらなと。 あとは写真だったりとか、あとはね、あの先行配信、あとは限定配信、あとはあの撮影のね、オーディエンスとして来てもらうとか、あとはまあこの一緒に番組を作っていくっていう上で、質問を応募したりだとか、まあ、いろいろね、あのリターンがあるわけですよ。で、まあそのプ,プランによってね、あのいろんなリターンがあると思うので、まあ、自分が出せる範囲、自分がサポートできる範囲で、えー、こういうぐらいだったら、これぐらいサポートしてもいいなとか、まあ、オフ会とかもね、いろいろ考えてるんで、まあ、みんなとね、あのー、実際に会って話せる場所、 あとは、ま、このコンテンツを作れる場所。まあ、こういうものをね、あの、このクラブをあ通して作っていきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひサポートしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ下の勝敗のリンクから飛んでいただいてね、あの、ぜひぜひスポンサーになることをご考慮していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のエピソードを終わりたいと思います。では、また、Peace! 超、うんうん、あの、97年かなデビューアルバ出たの。マジでおもう長い。俺が生まれた年だ、それ。あ、そうそうそう,そう,そう。そうだ。じゃもう、そうす。それ、その時代の。レジェンドみたいな。レ超レジェンドン。え、それ、その人が YouTube やってんの、うん、その人がよくインタビューとかやってて。あ、そうなんだうんそ。そいつのインタビューめっちゃ多いなんか、どの番組見るっていうかより、うん 一人、面白い人選んで、そいつ、<ー>そいつも全部見えるんだから。その人がやってるインタビューを全部見たい。そう,そうそう。ああ、なるほどね。相手によって、その人の違う面が出てくるから。はい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 。それが面白いんだ。なるほどね。でもそういうのもあれなのか、やっぱ。うん、一つのチャンネルじゃなくてね、いろんなところでインタビューするっていうもあれなのか。だってみんな、アーディストって、一個だけじゃなくて全部回るから。まあそうだよね。確かに。あ、エリカ・バードゥが受けてんのか、インタビューを。 そうか、アーティストとしてアーィストとしてインタビュー受けてたと。なるほどね。あ、そういうことか。ごめん、俺ちょっと理解しなかったわ。その人からインタビューしてなかと思って。あ、すみません、すみません。逆ね。あ、なるほどね。それを今の時代も結構やってるの、その人。5年前にあるんだして。ああ、なるほどね。そのプロモーションでいろいろ回って。あそういうことそのインタビュー全部めっちゃおもろいんだ。えー、マジで。普通にそれ見てみたいな。結構やばい。結構やばい。俺がすごすぎてなんか、吸い込まれちゃうみたいな。あ、そうなんだ。そいつの世界になっちゃうみたいな。えー。 そういうインタビュー好きかな。そっかそっか。なるほどね。じゃあアーティストによっていろんなインタビュー見る感じだ。そう,そうそう。そのインタビューとか、なんか番組よりは。そいつの、そいつの全部見るみたいな。そういうことね。えー、他にはなんかインタビュー面白いアーティストとか、いる。面白い人最近。もう結構真面目系だったら、マットオックス、はい、面白い。マットオックスマットオックスっていうあの白人の 18歳ぐらいになった。17歳ぐらいになった。えぇ、ー。ああ、やばい,やいやおー。おぉ。おぉ。ん、あ、知らない。わかんない。俺、やっぱちょっとカルチャーされてないかも。聞いたらわかんのかなちょもう、その時14歳ぐらいだったんだけど。ええー、やば。え、そんなにそう。 今も今今もも17歳だけど結構もうージーなってて。あ、そうなんだ。あの時代の OG になってて。そりゃべえな、17歳の OG やばいね。すごいな、どんな人生なんだろう、それ。まだコンサートで出してる出してんやば。もう子供じゃないんだよね。見た目子供なんだけど、インタビューとかも超もう、もう、臨念してる感じ。人生何百回もやってて。悟ってるんだ、もう結構。そう、悟ってる。ラップの、 ブッダみたいな <laughs> ラップのブッダ中7歳の暑 <laughs> いやつそ,そっか <laughs> ええちなみにさなんか自分がラップやってる時になんかラップのなんかやる時に意識してることとかあったりするの？メッセージなのかまあスタイルなのかちょっとわかんないけど結構いろんなビートあるい気がするっていうかね、うん、なんかあそこ考えるとなんかわかんないよなんだろう ま曲縁映画って違うよね。だよね。気分も違うし、性格も違うっていう。違う人が歌ってるみたいな。あマジで？あそんな感じなんだ。って俺じゃないみたいな。ええ。むしろ俺じゃない。マジで？お降りてくれるっていうか。そうなんだ。ただその体勢を作る、作るだけ。はいはいはいめただメッセンジャーっていうか。えめっちゃおもろいなその考え方。えそうなんだ。結構し宗教っぽいけどなんか神様のメッセージっていう。ええ。それをみんなに伝えてる。そうなんだ。そう。みんなそうだと思うんだよ。 あ、で聞いてなくても、もう降りてきてないから。はい。共鳴するものがあるっていうか、なるほどね。それはみんなに響くね。わ、それ、めっちゃわかるかもしれない。うん。なんか、あわかる。え、来るみたいね。え、だからコレクティブコンシャスみたいなことでしょ。そうそうそう。そうだよね。みんなみが言う神様っていう。はいはいはい、神様っていうもんよね。え、神様感はどんな感じなの東京をるの。神様信じる信じてる。ええ。でも、そういうなんか、上にいる、なんか、こんなの聞き直したんじゃなくて、はいはい。 ただなんか自分の魂、自分自分の中に生きている、例えば怪我するじゃん、それ治出るじゃん、でも寝て勝手に治るじゃん、それが神様だと思う。おおなんかそれもろいな。自分が治したわけじゃない。確かに勝手に自動になるじゃん。確かに確かに。それが俺の中での神様。ええ。そのパワー。はいはいはい。このなんかライフの命のパワー。命のパワー。俺結構最近さ、フリ e q u e n c y ね。 めっち,ゃちょっとそのさっきのあの、なんだっけ、瞑想の話になるんだけど、うん、なんかその、マップ、マップスオブコンシュースネスってわかるマップスオブコンシュースネスってのがあって、まあ、えー、日本語に訳したらちょっとわかんないんだけど、なんかその、周波数があって、人間の。うん、人間の周波数があって、自分の気分によって周波数が違うらしいんだよね。うん。細胞とかの周波数が。うん。で、なんか低ければ低いほど、なんかネガティブなエモーションらしくて、うう高ければ高いほど、ハッピーなエモーションらしいんだけど、そ,ううそれでなんとか入るつとかあって。 うんそれでいわかるよ、なんかさ。ベース、ベース低いじゃん。そうそうね。確かに。ベース感じるねこうやって言う。ベース感じる。でも、高い音感じないじゃん。感じないじゃん。確かに。うんうん。多分人間も一緒だよね。おー、確かに。重いと思う。あいなるほどね。確かに。あ、なるほどね。それおもろいな。なんか、よ要は、見えるものって、触れるものって全部、視野性低いんだよね。 低いから触れるんだよ確かに。上がるほど触れなかったじゃん。音とか、光。はい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 。ある、音とか光あるじゃん。うん。でも見えないじゃん。見えない。でもあるとわかる。うん、わかる。それ、それ以上にももっと高いもあるんだよ確かに。どんどん高くなってる。ね。もう人間が感じるレベルがあるってことでしょ。そうそうそう。限界、この、匂いとか、うん。じゃあわかんない。うん。限界ある。そうだよね。でもみんな、 そうしかないと思ってるか、ら見えるものしかないと思ってるか、ら調子がいいんだ。そうだよね。そうしか信じてない。確かに。あ、見えないことはないみたいな。そうだよね。お神様見えないからな。うん。そうなっちゃってるから。そうだよね。そすまんない。ただ、すまんない。いや、なばら深い、なばら深い、これは。いや、ほんとそうだと思う。俺も結構そうなんです。俺結構神様信じるから。でも結構、昔から、その、結構クリスチャンな感じで、教科書とか見てたし、覚えてたから、それを、 でもなんか自分の中であんまわかんなくて、うん、理解できなくて、でもなんか最近少しずつちょっと理解してきたっていうか、うん、でもさっき言ったような、その、なんていうの、クリエイティブコンシャスネスとか、うん、人間って繋がってる人とか、うん、周波数とか、やっぱその、感じじゃないものとかある、うん、あるじゃないか、うんそれそ。あるじゃないですか。それを、なんか、あ、それがその神様っていうものなのかなっていう。うん。でんか、でも、科学的に言うと。科学的に言うと。そう,そうそう、科学的に言うとね。で、多分もう科学的になものって、うん、その、 測定できるものだから、うん、それには限界があって、うん、で神様っていいのはそのなんていうの、ロジックとかエモーションでしか理解できないけど、もうなんかなんていうの、もう理解できないものだと思うんだよね。ね、そう。でも自分がそうかね。そうそうそう,そう自分もわかんないじゃん。自分、だ自分が神、自分神様だっていうか、ね。あ、それはめっちゃ思う。だからなんか魂が繋がってるのかなっていう。そう、う全部別別じゃないっていうか。そう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 、全部別じそうだよね。俺もバイゼクもそもそも別じゃない。そう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 。一緒なんだけど、うん、ただこういうこの。 家庭に別にしてだけで。ね。その、フィジカルにした時に別にして。で、たぶん別であること、理由もあると思うんだよね。うん、で、別であることによって五感があるから、うん、じゃあた、美味しいもの、美味しく感じるし、うん、いい匂いいい感じるし、うん、とかね。いろんな音もさ、聞こえるしとか。ね、でもそれは、こう、分けないと感じ,じないものじゃん。ね、だからそれもおもろいなっていう。それが人間のエクスペリエンスいう、ね。そう、人間のエクスペリエンス。で、それを求めるために、あえて作ったのかなとか。あ、それを覚えるために。そうそうそう。 神様っていう存在がいて、こういうふうに体に知ったりとか、この触れるものにしないと感じないものがあるから、それを感じるために、俺たちは体を持ってるのかなっていう。そうだね。で、俺たちが感じるものが、この最終的につながってるから、俺たちが感じることが他のところに感じるし、うんうん、それが神様を感じるし、みたいな。神様も、俺たちだし、俺たちじゃないし、みたいな。わか,かる。うんうん、そういうなんか、のなのかな。デュアリティみたいそう、デュアリティ。そうそ引用だね。そう、引用、いいね、いい,いね。いいね、いいね。 だってどつかないと、両方ないと意味ないっていうか。そうそうそう。プラスマイナス。うん。じゃあ、大体そうじゃん。ペアじゃん。何でも。ね。そうそうそう。プラスマイナスそうだし、イオンとかもそうだし。闇がないと光もないし。光もないし。そうそうそう。めっちゃおもろくない上下。右左とか。ね。絶対ねんこ一個一個になってるじゃん。二個二個になってるじゃん。ね。それがめっちゃおもろいなって思うでも結局一位だかもしれない。一位かもしれない。結局違だ違う。そうなの。一終的にどっかで交わるんだよね。ね。ね。そう。 俺らが、いい割り付けちゃうから悪くなっちゃったり。確かにね。あ、こいつ悪い、こいついい。これ好き、これ嫌い。はいはいはい。それで、そこで、外れちゃうんだよ確かにね。嫌いだ、嫌嫌だと思った瞬間にもう、ワンですから。確かに。外れてんだそうだよね。確かにそうだよね。って言いながらいつもやってるけど。無意識で。無意識やっちゃうよね。そうだよね。あ、これでぜえでもそれ表現したことで、 まあそれがみんなに共鳴して、そ別な感じのワンですね。確かに確かに。怒りとか、人徳とか。人徳とかね。人徳感情結構重い感情じゃん。うん、確かに。しないああみたいな感じで。みんなぶち上がってんじゃん。確かに確かに確かに。みんなその怒りって気持ちが共鳴するから、俺ももしとかしてやばいみたいな。無視してる。発生するみたいな。そうね。確かに確かに。それにも意味ある。確かにな。おー、確かに。確かにね。怒りって、 存在するからね。ね怒りが存在しない世界は多分ないだろうし。ね、おもろいな。確かにそう考えてみると。でもいいふうにこう持ってってい,ういい,っていうふうに持ってって、みんなで共有するために作ってる、使ってるっていうのがいいことだね。そ,れは強いそうだよね。やっぱインテンションなのかね。どう使うのかあるんだろうね。多分ねみんな何してほしいのかね。そうだよね。これ聞いて、もっと怒ってほしいのか、うん、怒り発生してほしいのか。多分人道家はみんな怒り発生してほしいから、発生してほしいからねじゃあそ。その人殺すんじゃなくて、うん 俺のライブに来て、募集して。そうだよね。出しなよ、みたいな。確かに。多分感じなんやば。生ま深い、それ。生ま深い。生ま深いんだけど。いや、そうかんない。わかんないけどね。でも確かにそうかもしんないって思った、今。なるほどね。いい、やば。え、ちなみに超熱、俺めっちゃ好きなんだけど。あれはなんか、どういう感じで作ったのあれも同じような。もうなんかもう、さっき言ったみたいに、我慢できなくても。うん。うん。何が超熱かったの、その時は。 そういうのわかんない。何回やりたいみあ、そうなんだ。こうギにいて、なんか、なんも、しないの飽きたていうか。おー。とりあえずもう家で。はいはいはい。全部フリーサイド撮って。え、あ、そうなのしかもこうこうじゃない、もうスタンドとかなしで、こうやって握って、超熱、超熱ですえ、やったろ家で作って、ビート作って、そ、のそこボーカルやって、そのビューっ出して。やばくね俺、すごい本当にもよ。 何かしたいみたいな。そうなんだ。え、ニー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 みたいなとこあるじゃん。そう、多分あれも限界に来たというか。ああ、そうなんだ。この体がきたいというか、研いでたいというか。えへへへ、おもろすぎるんだけど、すごくねなんかもう、限界人間の限界限界感じたっていう。はい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 。つまんねみたいな。そうなんだ。つまんないじゃないか。もっと面白くしたいなみたいな。 へえなるほどねそれ作ってる。あとシェックウェストがいるじゃん。シェックウェスうん。あいつらの P.V. とか見てはい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 。あのエネルギー結構俺もこうしてしてんだけどうん俺もシェックウェスみたいな感じでやれてんだけどな。るほど。ま結果が多分超罰だった。超罰だったんだ。へえ。そのその同じエネルギーをこう自分にこう投資して投資して。なるほどね。で作ってんだ。そうそう。やば。ええおもろいな。 ミュージックビデオとか,かっこよかったよね、あるね。調子いい調子一回目のミュージックビデオはもっと、あの超なんかロークオリティなやつで。あ、そう一回撮ってんだもん。その前に一回撮って。あ、<laughs> そうなんだ。熱でめ,め,めぎ出して。多分 <laughs>、えー、熱超。超熱じゃなくて、普通の熱で出して。熱して。そっち別のチャンネルだ出してたんだけど。うん,うん。あれ非公開にして。うん。 ちゃんと取り直して、ホたいなと思って、取り直して出して。みたいえ個ー。1個目で面白かったけど。あ、そうなんだ。え、それを見てみたいな。旅旅中に撮ったけど。あ、そうなのあ、飛行機がやってたから、たぶん、そのチャンネル、友達チャンネル持ってるんだけど。そういつに言われたら見れいけど。あ、そうなんだ。三重県で撮った。三重県撮ったのやば。三重県なんか世界さん。へえ。ー。鬼ヶ所っていうと。こ鬼ヶジっえそうなんだ。 やば、鬼ヶ城って何どう,どういう場所なのそれなんか鬼鬼。鬼が溜まってた場所な、ね、の、えー、昔そ<う>え、何そんなんかい岩,岩肌のなんかこう、ゴツゴツしてる場所なのそう,そうそうそう。そ海はこうが、崖みたいなやつです、ね。あ、なんかもう鬼ヶ城みたいな感じだ。そうそう,そうそうそう。えー、あ本当にあるとこなのかなじゃあ。マジあの熊野、熊野にあるんだけど。へぇー。パワー、パワーする。パワー感じたあのもう地。熊野って地,地域自体がもう結構パワー。 あ、そうなんだ。いい、別に俺もちょっとそういうところ行きたい。なんか、なんていうのスピーチュアスポットみたいな。うん。めっちゃ行きたくて。俺全部連れて行かれたら。え、ほんとその、友達、あの、チャンネル持ってる人いる。はいはい。そういう人いるじゃん。そういう人いるじゃワンダーランとかだっけワンダなんだっけあのチャンネルでしょワンダーランド。あ、あれと別。あれと別なんだ。これレボってやつあるんだけど。へぇああっちやつってやついるんだけど。うん。そういう人ずっと旅してた。一か月、二か月ぐらい。ええ。日本中結構、栃木から。 栃木行ったし、大阪行ったし、奈良行ったし、三重県行ったし、山下行ったし。結構いっぱいスピチャルスポットもあってとか。見て回った。ええ、絶対神社回る。あ、そうなんだ。もう神社見て、そこ行くみたいな。え、神社、え、神社は、何、何、何知ってんの。もう見に行ったっけ。そいつがもう大好きだから。神社がね。そう、そう。あ、そうなんだ。神様大好きこと。からはい。じゃ、あ行くか。確かに、なんか、感じたわ。感じた。感じたええ。 お,おもろいよな。なんか日本のブディズムじゃないけど、うん、なんか、んか昨日俺彼女とも話したんだけど、ブディズムってちょっと宗教と違くて、うん、なんか哲学に近いっていうか、フィロソフィーに近いのかなっていう、うん、それが結構おもろいなっていう。まあでも、宗教のそういう毒抜いたら、それだよね。確かに。いや、ほんとそうだよね。ってほぼ、随分一宗教一緒だと思うんだよね。ね 最終的にただみんな変にひねって金もらおうとしてみたいなそこだよな人のなんか弱いとこをこうひねってお前これやんなかったらうちよく行くそうねそうねいや金をかせばいかないよみたいなそれはダメだよなほんとそうだおいバカじゃない宗教のせいにしてお前のせいだみたいな宗教のせいじゃないしやっぱ人間一人一人ちゃんと決めないと自分でやるかやんないかとかはさ そうみんなロボットみたいなのがほいほいみたいな。そうね。ダメだよな。確かにな。たまにロボットになっちゃう。ロボットになっちゃう。彼女にロボットって言われた。ロボットじゃないかゾンビ。ゾンビ。ゾンビビいデ出たのゾンビみたいビ言われたえー、なんでたまにゾンビみたいになっちゃうんよあ、そうなの無意識なんか変なことしないで。例えばなんか思いつかないけど。うんみんなそう、そう、結構みんなそうと思うけど。ずっとやってたことか続いてるみたいな。あー、そうね。例えば、 俺は違うけど、ま、ちっちゃい時に、よくみんなが友達と真似とかするじゃん。うん。友達なんか、特にちょっと年上の子とか、あ、こいつかっけえみたいな。そいつも真似するじゃん、結構。やる、やる。でもそれずっと続くんだよね。そういうの。あ、その、昔に真似したことを今はしちゃう。いまだにしちゃってる。そういうこと例えば、し下振り回して、こうやって投げるとか。え、なんで今それやったのみたいな。そういうことか。 なるほどね。おー。昔の癖がずっと勝手に続いて抜けないで、ずっとそれが続いてるってことだ。めっちゃおもろいな、でもそれ確かに。そういうことか。それは多分ゾンビだね。ゾンビだね。確かにね。考えないでもうやっちゃってることだよね。確かに脳死状態だもん、それは。なるほどね。うわ、めっちゃおもろいな。いっぱいあるあるんだろうね。なるほどね。やば。 すごいめっちゃ深い話だって。この回の回、すごいよ、なんか。やばいね。これ、なんか結構人選びそうだけど、でも、これ、俺、こういうのがやりたかったから、すげえ面白い。こんぐらい、あ、ごめんね。こんぐらい話せないとなんか逆に、意味ない。そうなんだよね。と思うんだけど、俺も。お前、表面的な話好きだけど、うん。結局こうなっちゃうよね。そうなんだよね。あ、結局こうなっちゃうんだ。大体話しにとそうそうそう。こんなんなかったらもう、 わかるわかるわかるなんか会話とかさなんかその表面的な会話ずっとしすると疲れるよね。ね。そうなんか思ってないこと言ってないとか。天気良くねまあそれそれもいいんだけどなんかなんかそれだけだったらちょっと。じゃあじゃそういう関係なのかな確かに。それその人が悪いとかじゃなくてただなんかあじゃそういうの話しない人なんだみ確かにね。でも分かってても話ない人もいるしね。うん。色々分かってるけど別になんか言わないで。あ確かに確かに。 でも、あれはどうなんだろうねなんか、話しづらい状況なのかなって俺は思う。日本って。ああ<ー>。単純に。文化的に。文化的に。わかんないけど。やっぱその、右向け右な文化じゃない。やっぱ、そのみんな同じことをするのが正しいというか。合わせる、ね。そう、合わせるみたいな。なんかそういう文化だから、なんかすごいその、人と目立ったりとか、人と違ったりとか目立つことをすごい嫌う人種だと思うんだよね。確かに。そう、だから、なのかなっていうのもある。うん だからなんか、そうね。うあ,あんまり感じたことないかあ,あ、ほんとでもあんまり気にしたことないかあ、それを勝手に行っちゃうみたいな。ああ<ー>。行って、たら勝手に向こうが消えちゃうんだよ。え、やいやそだったら向こう多分。そうだよね。え、<laughs> それは多分トリルが座った場所が違うんだよ、多分。あそうだよね。アメリカはそういう感じじゃないもんだって。確かに。アメリカは結構、まあ、表面的な会話もも,もちろんするけど、でもなんか全然深く喋る人はすごい深く喋ると思うし、ねなんか、自分の意見をめっちゃ言う、 文化じゃないそそそ、ね、そう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 にに日本とかだとさ、誰か話してる途中に喋ったりするの失礼と思われたりするじゃん。わか,かるそれ俺最近気づいたんだけど、日本人って絶対やんないのそれ。最後まで待つみたいな。最後まで待つみたいな。終わるからーみたいな感じあ。俺もそれも結構いい勉強だった。あ、本当逆に日本の文化結構、逆,逆にできない人だから。あ、そっかそっか。結構人る喋る、ま、終わる前にもう。うん 入っちゃうタイプ,だイタイプだね。いやでもそれは結構アメリカ人、ヨーロッパ人関係なく結構みんなやると思う。でもそっちもバランス悪いよね。そうなんでね。なんかちょっと間がいいよね。確かに。日本人とアメリカ人の中間が一番いいよね。中間が一番いいよね。それはめっちゃもう。かある程度待つ。でも自分の意見もちゃんと言う。みたいな。うん、なんかずっと聞いたとかばっかりして自分の意見を言えなくなったとかする時とかあるから。なんかそれはだからみんなバカしてないんだろう たまらない。ため、ため、ため、そうそうそう。サラリーマンとか電車でも、こんなついてんじゃん。大丈夫みたいな。確かにそういうとこあるよね。いつも見ちゃうんだよなんか電車とか。あみんなに押すこと見てんだけど。うん。調子悪そうなん全然楽しそうじゃないでしょ。確かに確かに。サラリーマン楽しそうじゃないよね、基本的にね。なんなんだろうね。ま、でも我慢してるんだろうな、みんな。ね。たぶん。 まあ、あ我慢した方が楽な時もあるからねでも、やっぱさ、そこじゃない我慢してさ、楽なことってさ、肉体的には楽だったりするけどさ、うん、精神的に辛いじゃん。ねえ。なんかそ、給料もらって、飯食えたら安,、うん、安心するけど、うん、もうそれも結局サバイバルモードから抜けてないから、そうだねなんクリエイターモード入れない。そうだね。なんか生み出すっていう力なくなっちゃう、うん、めっちゃもったいないと思う。だって人間の真骨頂って作ることだと思うんだよね。ねえ。 そうじゃないずっとサバイバルモード入ってるとそこに集中しちゃうんや。ずっとディスペンサー言ってたけどサバイバルモード入るとはいオープンの感じじゃなくてこうなってなんかその threat に集中する危険なことずっと集中してる危険なことに集中しちゃうんだこいつ危険こいつ危険あり危険あこれだとどうしようずっと最悪のバイバック考えちゃうねはははいいい何しても一番最低の状態考えちゃうオプション考える。 でもその生き方、確かにきついわ。今日もゴールドシュ遊朝起きて、俺サバイモールだったら、例えば、もし行って、アイザクがサイコパスで、俺、あの、画面、半分ぶなげたらどうしようみたいな。そういう考え方になっ方。るんはいはいはい、そういうことね。だからみんなも調子悪い。そういうことか。そこまで経験じゃないだろうけど、結構もう。勘ぐりとかそういうことやるんそう、勘繰り。何でも勘繰りちゃうんで。 考えたことが現実になるから、どんどんクソクソクソみたいな、どんどんクソな選択選んでいくみたいな。そうだよね。うわぁ、確かにな。俺もずっとそれやってた。あ、そうなの結構。昔からってことそう。やっぱトラウマとか待ってるとかってこと多分、それも、基本的にちょっとネガティブみたいな。ポジティブに見えて、ネガティブだった。結構最悪な場合考えちゃうっていう。あ、そうなんだ。ああと人から吐けるあ、はい。なんか 友達、いい感じ、こういい感じの関係できても、うん、なんか消すっていうかあ自分からいなくなっちゃうみたいな、ね、そうそう自分から終わらせるああでもなんかそれもちょっとわかるかもなすごくすげえいい調子いいのに自分、ね、のぶっ壊したみたいなそうねだから前も最初、東京 TV で結構燃え上がってた時に、うん、ちょうどめっちゃち調子いい時にあじゃあインスタ消せみたいな。って え、なんで <laughs> なんで今考えるとえ、なんでって感じだけど。確かにね。その時はなんかもう自動っていうか、はいはいはい。当たり前みたいな。あ、調子いいから、じゃあまたクソ見にしようみたいな。ええ。ー。もう自動にやってたね。マジそうそうそう。そう何回も続いてマジかあ。また正直な時は、はい、じゃあまたクソ見にしようみたいな。自分止めちゃうみたいな。えぇー。ってでもね、めっちゃ俺の話だっうんだけど、その気持ちすげえ分かって。はいはい、このゴールデンラッシュポッドキャストの第1個目のビデオを出す前の日に俺イ、インスタン消したのよ。うん。 もうやめようと思って、もう全部やめようと思って、<ー>すげえネガティブだったの。うん、でもうやめようと思って、もうインスタを消したのさ。うん、で、なんか彼女が、いや、絶対消さない方がいいって,って、まあ、彼女と喧嘩もしてて、その時に。うん、でもう俺はもういいわみたいな感じで、インスタ消して、そしたらまあ彼女が勝手にログインして復活させたんだけど、うん、30日間ログインしなかったら消えちゃうとか、ね、そういう感じになってしそれで、で、ね、まあ一応もうも、うインスタも消して、もう適当に TikTok 載せようと思って、載せたら次の日にバズったの。熱っ、うん。そう。やばい、ね。やばかった。 一番暗い時にこう。そう。ね、そうなのさ。それを俺めっちゃ感じた。だから、今これをやってることが、なんか俺がやるべきことなのかなっていうのはすごい感じてるね。うん。そうそうそう。っていうのがサイン来るよね。サイン来る。もうそうめっちゃ俺最近めっちゃサイン見る。うん。めっちゃサインがある。最近。もっと応援してる、ね。なんか応援されてる気がする。そう、世界が。もっともっと行そういう時あるよね。あるそう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 。やっぱそれ乗った方がいいんだよね。そこでネガティブに入っちゃうと。 ねね、やめたくない的に頑張ると、うん、そうだよね。バーンディ君。確かに確かに確かに。うわ、めっちゃわかるわ。ねね俺、ラップスターの時そうだったのああ、そっか。ラップスター残ってたもんね。トップ10ぐらいも残ってなかった。そう,そうそう。もその前にもラップやめようと思ってたの。あそうなんだ。そう直前、もうあもうラップもるいみたいな。えー。なって。シーダーが、ね、じゃあ、やめる前に一回ラップスターやってみようみたいな。へえーあ。じゃあ、やってみるっすっ,って。適当にやってみたら。うん 気づいたらトップ戦っつって。やば。おあ、強いじゃじゃあもう一回やろうか。そうなんだ。あ、そうなんだ。やば、みたいな。でもその時はそんなにまだやる気、本当じゃなかったから、ちょっとやる気なかったけど、見ればちょっとわかるけど、うんうんうんあ、そうなんだったけど。でも、でもなんか、そのサインったよね。そうだね。だってそうだね。うち結構勉強だったし。うん えー、うわ、もおもろいな。<laughs> ちょっと、そろそろでもね、あのアルバム出したいよね。あ<の>アルバムえ、いつ出したんだっけ今年の ?420。420に出したんだ。熱い熱い熱い,熱い <laughs> あ、そうなんだ。え、この、あの、アルバム、俺、んアルバムの中で、一番自分の中で気に入っていくことがあったりするっていうか、結構アルバム、フルアルバムこれしかないね。あ、初めてなんだ。一応2個目なんだけど、うん、前回のやつ、ジャンルも違うし。はい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 。でもなんかロックみたいな曲で。あ、そうなんだ。 ちょっとあの、あこうやつ曲で。はいはいはい。あれも好きだったけど。今回の方がなんか、あれはもうあれはもうなんかもうオンナって感じで。自分のためにさ、自分で弾く。大丈夫だそれでくか。でも、ベストコースはもう本当になんかヒップホップ好きなファンのために。はい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 。そうそう。出したものなんだ。ええなるほどね。そのベストコース2で、1もあるんで。それが EP で、4曲くらいの EP で。はい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 。それ2018年ぐらいに出して。あ、そうなんだ。4年後に、今回の、

え、なんであのアルバムは作ろうと思ったんですかあ、その旅行って,言ってたじゃん,うん、うん、あの時すげえ、もういろんなその時もう、マジでも現場の仕事やったんだけどはい、はい、現場の仕事もうやめて、はい、休憩中にやめてもうこれ違いますって言って <laughs> やめますって言ってそのままバスのチケット買って山梨行って <laughs> マジそうそれ五千円ぐらい持って山梨行って 帰ってこないみたいな感じになって。友達が、あの、魔法学校っていう場所を作ってて。魔法学校魔法学校。何それれ毎回説明してたけど爆笑すんのあの、山梨に、なんかそういう、魔法学校っていう設定でやってんだけど、実はなんか、ただただ人が行って、愛を学ぶっていう。へー。宗教っぽいんだけど、全然宗教じゃないんだよね。 マジョっていう人がいて、マジョって設定やってる人で <laughs>、ただめっちゃいい人で、なんかそういう本,本音を話す。まあ、今日話したみたいにそういう、うそれをも,もっと深く話して、もっと感じ,感じてる人で、えー、俺よりも全然100倍感じてる人で。そこで2週間ぐらい住んで、えー、ううお,お金も,何も払えないでずっと、うなんか <laughs> どうしようみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> でもなん,ななんとかなると、 まあそうね。ここでへん方うん。じゃあ、とりあえずそ、そこでイベントやるから、うん、そこでライブしてよみたいな話になって。うん、みんなイベントやって、ライブして、じゃ、こっからどうすんのみたいになって。そこでイベントで来た、イベントに来たアつシだって、アつシっていうさっき言ったやつ。YouTube チ,チ,ューブチャンネルやっやつはいはいはい。うん、そいつが来て、そ,その神社好きなやつうん。非常に魔法学から現れて。うん。 俺、三重県行く来るみたいな。超ランダムやな。マジで俺、東京帰る気ねえし、じゃあ行くかみたいな。ええ。もうロ円ぐらい持って行って。マジでマジすごい。もう何もなし状態行って。はい。じゃ行くかつって、見え、つって。そう鳥羽っていうところに行って。鳥羽なんか三重県のなんか、昔海賊がいたらしいんだよね、そこ海賊いたんだ。そう、海賊の場所みたいな。たまり場みたいな。 すごい色んなとこ知ってるな <laughs>。<laughs> そこに一ヶ月くらい、なんか、山本さんっていうおじいちゃんがいて、その人なんか、小屋みたいなところで住んで、二人で、はじきみたいな生活して、毎日持ちとって、カップラーメンとか食って <laughs>、<laughs> <laughs> そいつバイトとかしてて、俺もバイト、まあ見つからな,なくて、プラブルして、毎日なんか、おずっと見えそうみたいな感じになってて <laughs>、結構色の、 そうだった。え、そうなんだ。え、それでアルバム作ろうかしらそこで、あの、一回、もう一回山梨に戻って、その前に、あの、彼女会って、買わずあの、三重県に行く前に、彼女に会って、あ彼女に会ったんだ。はいはいはい。まあ、彼女じゃなかったけど、初めて、初めて会っの時ね。うんうん。そしたら、この子が調子いいなみたいなって、そしたらもう一回、一ヶ月ぐらいパスフォワードして、早送りして、 三重県出て、東京帰るってなって、うん。むしろ、あのた、彼女のために東京帰るってなって、うん。あ、そうそう、ね。東京の人とから。ああ、なるほど、なるほど。帰ろうか、ってなって。<laughs> 新幹線でビューって帰って。ええー。そうそう。そして、なんか、その間なんかある、めっちゃ音楽、その子めっちゃ音楽とか好きで。ええー。めっちゃなんか、俺に対してのなんか、俺のこともしてて。はいはいはいなんかラップ。今までのラップの、 なんか、もったいなみたいゲームになって。うん、んこん、なに。もうなに、才能あるというか、うん、音楽やってて、こんなに砂がいっぱいあるのに、読んでやんないみたいなって言われて。確かに。うん、結構、どっさりと言うから。うん、確かに。めっちゃどっレりだよね。<laughs> そ,うそうそうそう。そういう話めっちゃするから。<laughs> うん、俺も初めてなんか気づいて、いろいろ。あ、何してんだみたいな。<ー>めっちゃもったいないことしてるみたいな。確かに、ね。 じゃあアルバム作ろうかみたいな。あ、それで出したんだ。そうそうそう。やばえ、じゃあその、もうその旅に行った時の、もうノリとかで、その後彼女と会って、じゃあもうアルバム作ろうって作ってそう。やばいね。その間ずっと考えて、それ帰ってずっとやるみたいな。ああ、そうなんだ。タグを決めて。ええ。ー。2ヶ月ぐらい作った。やばいな。その前に曲とか溜まってたけど。あ、はいはいはい。その時は曲は出せないの。前から作ってたやつ出したなと。 まあ、全部デモ版みたいなやつで、ポ<ー>リゴミードン超なんか、ショバージョンみたいな、お<ー>なんかあって、今の全然違くて、最初もっとなんか、超チルい曲で、そういう感じで、でもえー、そっちでなんかやっぱり変えようっつって、あそうなんだ、全部仕上げた、仕上げて、それが結局四月ぐらいになって。 なるほどね。で、リリースしたんだ。えー、なるほどな。これ、ぜひ聴いてほしいですね。え、ミュージックビデオとか出ないのこの後はもう、そのアルバムからは。アルバムからもね。出ない。じゃあもう次のリリースにも考えてる感じだろ。そうだね。うどういうリリース控えてるの多分、しばらくシングル何個か出して、はははいいい次のアルバムは、レギュラやろうかなと思って。マジですごい。そ標で変わっちゃうんだ。マジで。なんか、俺、どういう音楽、 何を作りたいのかってずっと最近、金言考えて。最近、別にあんまり作れてなくて。何を何作りたいんだろうみたいな。でも、聞いてて一番気持ちいいのはなんだろうって考えたら、やっぱりレゲエじゃないみたいな。レゲエ一番聞いて、なんか、こをつくっていうか、頑張る気持ちになるし。人のためにやろうみたいな。なるんだ。ポジの気持ちになるから。ちょっとそれ作ろうみたいな。あ、そうなんだ。あ、これ、さっき言った子とか。はい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 。そう。あまるも聞いてないから。 与えてやるム出したんだけど。ええ。あれあれ聞いて結構飛俺やりたのこれじゃんみたいな。マジで。ってなったね。やば。わ、全然違うのがじゃあ。で、え、でも結構さ、今回のアルバムと結構バックロジックさんとかもと言ってるじゃん、いろいろ。そうそう。そうだよね。え、そのバックロジックさんとかもう曲やんないあ、でもあさって行く。あさって行くのあって行くじゃん。さっき聞かした、これもそうだし。これもらしに行って。で、これがベイビー鍋と、オイルと、バックロジック。それってもう出してもいいのかな。多分次出す。 今やってることは出していいのかなうん。あ、ほんと熱い。俺、インスタとか普通に、スニーペットやってるし。はいはい。あ、ほんとおまじで。超楽しみだおちょろちょろ、インスタで、流してる流してる。出さなかったりするけど。何一緒出さなかったり。ああ、一緒する。聞かしてもずっと、コーチミンさんそうえ、でもめっちゃ、俺聞いたんだけど、めっちゃよかったから、ちょっと楽しみ。どういう感じでバックストーリーあったの今回のリリースに関してのバックストーリーとか。 そう、本当はあのー、本当、あの、最初服作った時に、うん、そういうなんか、みんななんか、ラッパーとか若く死ぬのがめっちゃかっこよくなってじゃん。確かに。ロックとか、ロックもそうだけど、うん、なんか、パーティーめっちゃして、うん、若く死ぬのがかっこいいみたいな、ははははいはいはい、はいイメージあるから、うん、それなんかちょっと変えたいなって思、えー、ったんでへー。ジジイになって死ぬのがかっこよくないみたいな。は<ぁ>ジジーとババアになって死ぬ。なんか、うんうん、最後までやって、 頑張っていきなり、息の一番かけないみたいな。はい,はいはいはい。な曲作りたいなってなって。あ、そうなんだ。それやって、そう、た分一週、一週,週間後に、あの、グッチフェンス死んじゃって。ああ、そうだ。そう,そうそう。して、ナメに連絡して、大丈夫みたいな。うん、連絡して。そあ大丈夫だけど、この曲、グッチに、なんか、グッチがエネルギー変えたいね,ねって。うん、変えたいし、あげ、グッチにもあげたいし。うん。して、その一週間。 さらに2週間後に俺じいちゃん死ん、だ本当に死んじゃって。えぇー。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃんテーマの曲あったのに、本当にじいちゃん死んじゃって。うん、マジか。そうそう、やべえ、みたいなって。じゃ、じゃあ終わらせよう、みたいな。うん、本ん終わらせる、ちょっと生ぬるい気持ちだったけど、ま、じゃあマジ終わらせよう、みたいな。<ー>それでなんか、今、やってるんだ。そう,そうそう。ちょっと楽しみだな。すごい面白いな。んか面白いってあれだけど。んうん。う不思議な感じだよね。すごい、ごいテンプ 確かに確かに。まあでもなんか意味があるかもしれない。ね、意味がある気がする。ね、そっかそっか。ケ、OK、ーってことで、めっちゃ楽しかったし、ね、もっと話せるんだけど、ね、まあ1時間ぐらい経ったんでね。ねここで一旦ちょっと、リりをつけて。ね、あの、ドリンクチャップしてるそうなのカニのやつとか3時間とかあるよね。あ,ーあるね、ねあるあるある。<W> あるよね。それぐらいやりたいよね。マジで。それぐらい本当やりたい。マジで。 ちょっとそれくらい今度。<laughs> 俺、俺のこと3時間見出しているか分かんないいやいやいや、でもこういう話で興味ある人は3時間と見てくるよ。<laughs> <もし S 1> 絶対見てくれる。<laughs> うん。めっちゃおもろいから。そっか。ってことで、まあじゃあ、お疲れあでがとお疲れいました。うてことでね、また次回のゴーデンラッシュポッドキャストでお会いしましょうチ <laughs> ーチーベース <laughs> ありがとう